Salzburger Festspiele 1982. Der österreichische Rundfunk bringt das sechste Solistenkonzert, aufgenommen im großen Festspielhaus. Alfred Brendel spielt Werke von Alban Berg, Robert Schumann und Ludwig van Beethoven. ザルツブルク音楽祭リサイタルシリーズ、皆さん明けましておめでとうございます。今日明日明後日のこの時間は3回にわたって、昨年夏のザルツブルク音楽祭から3つのリサイタルの模様をオーストリア放送協会提供のステレオ録音でお楽しみいただきましょう。1日目の今夜はアルフレート・ブレンデルピアノリサイタルです。では昨年8月22日にザルツブルクの祝祭大劇場で開かれたアルフレート・ブレンデルピアノリサイタル、はじめはベルク作曲ピアノソナタ作品1です。
ベルク作曲ピアノソナタ作品1でした。昨年8月22日にザルツブルクの祝祭大劇場で開かれたアルフレート・ブレンデルピアノリサイタル。